あんま知らないから、 あのね、私は実はね、その広告は広告費をかけずにお客様にうちをまず知ってもらうにはどうするかとか、あとはそのいかにうちが、例えばうちだったら18金の買い取り日本一高く立ててるんですけど、そのことを分かってもらうにはどうしたらいいかとかいうのをね、お金をかけずに知ってもらうにはどうしたらいいかとか、ずっといつも研究してるんですよ私。でだからいつもその青写真ができてるんです、頭の中に。だもんだからね、あまりにも上手すぎて、あの何これって仕込みって言われたと、それを見たそのテレビで見、あのそういう中継、あ中継というか、はい、できたものを見たスタジオの人が、何これ仕込みっていいんじゃんとかっていうぐらいうますぎたと。でそれで、いやちょっとそれを見せてよ、その、ああ、それ、私に送って、ああちょっと待って、それはね、ねちょっと待って、どこやったかやら、ちょっと待って、その仕込みを見てみたいわ。いや仕込んでないって。いやいや、だからさ、仕込みみたいな対応を、神業を見たいってこと。いやだけ、私は逆に饒舌は銀だっていう話を、それでね、いや饒舌すぎるとね金じゃないって、だけたどたどしくて、あーいいえっていうぐらいの方がね、あんまりね、しゃべくりはね、饒舌は銀ですよ。いやそれでちょっと